僕たち横標人野球クラブはみんな仲良くて楽しいチームです。イエーイ！イエーイ！創部44年目を迎える長崎市の横尾少年野球クラブ。小学2年生から6年生まで17人が練習に励んでいます。最近の卒業生の中には3月の選抜甲子園に出場した大崎高校の1番センター池田光也選手もいます。小学生時代に指導した野堀監督は、野球が好きなんで今の子どもたちもそうなんで、野球が好きになればもうどんな形でももう上手くなるんかなと思いますけどね。はい、甲子園球児を生み出したチームの練習はまず走塁から、ベースランニングももちろん一生懸命走ります。最年少2人の2年生が組んだキャッチボール、2人ともなかなかの実力です。将来はどんな選手になりたいですか？柳田選手みたいにホームランがいっぱい打てる選手です。どんな選手になりたいと思いますか？グラシア選手です。打つからです。チームの中心はキャプテンでエースの6年生田中大理選手。どんなキャプテンですか？みんな、話しやすいキャプテンです。優しいキャプテンです。頼りになるキャプテンです。バッティングが上手いキャプテンです。大きな体を使って打つバッティングはパワー十分。ただキャプテンが苦手なのは何ですか？36キロ。一番大きな声を出していたのは3年生の八木龍斗選手。ガッツあるプレーと元気の良さが売りです。それなの？プロ野球選手。この中で一番面白い人は誰ですか？はい、はい、何かできますか？ジャイアンのモノマネならできます。どうぞ。おいのやつ、野球しようぜ。よっしゃー。なんか得意なことはありますか？得意技とかダンスとかでもいいし。20せーの、3、はい。6年生、橋村俊太です。はい、イエーイ。5年生に言いたいことがあります。なーに？呼び捨てで言うのとちょっとやめてください。呼び捨てで言うのが楽だから。まあ忘れて呼び捨てにしたりすることあるけど、俊太くんってやる。嘘つけ。6年の田中大理です。イエーイ。監督に言いたいことがある。なーに？サインの時ちゃんと分かるようにしてください。すいません。すいません。ゆっくりします、サインを。バントと盗塁の時の真ん中、あそこ押してたらダメよ。ライト。横尾少年野球クラブでは部員を大募集中。詳しくはクラブのホームページ、そして野堀監督にご連絡ください。僕たちは全国大会を目指して頑張りましょう。